もどうも、今回もザクザクアクターズをやっていくぞ。前回アリウープ氏が全ては我の退屈しのぎだったのだ、奥で待っているからかかってこいとコテコテの大ボスムーブをしてきましたね。ここからどうなればレプさんがはぐれ王国に加入するのか、アリウープ氏をボコボコにして改心させて開国させるしかないのか。するために太郎くんに薬を飲ませたかったけど、花子さんが材料を盗んで自分で調合するかなんかして作って飲んじゃったのか。花子さん泳ぎ切ったの？すげえ。さすがは愛に生きる女。それで浦島太郎の童話が生まれたのかしら。飲み込まれてる？童話になる余地がなかった。誰かに目撃されてたんかな。太郎くんが怪物の口から出てまた飲み込まれたところ。ペドロコンだっけ、あいつのことかい。ペコロドンだったわ。人間が入れるほど大きい口は花子さんの意思もあってそうなったのかね。竜宮王アリウープとのバトル、名曲なので1ループするまでノーカットで黙ります。曲やんけー。思わず久々に1ループ堪能したわ。あと収録の私長考しすぎだろ。後でカットすればいいや精神でいつも長考してます。やっぱカウンターじゃないと無理っすよね。紫龍ちゃんを犠牲にすることでコドラちゃんを復活させカウンター起動。次のターンに3連続行動とな。それでも3人死ぬだけで即全滅はしなさそう。意外と優しいな。さすがコドラちゃん、完璧なカウンターだ。 100% カウンターの信頼感よ。ハリウープ氏が疲れてスタンしてるからレプさんチャンスだが、すまんレプさん、全然 TP がないっす。またの機会に。とはいえ火ダメージ3倍でもあるので、やるだけのことはやろう。総員突撃。まあぼちぼちでしたね。ハオは反対に向けた超必殺技がないのが辛いの。コドラちゃんのカウンターが切れちゃった。じゃあ柚葉さんのカウンターでしのげたらいいな。狙われ率アップないけど。何、人魚の毒を放った。毒と疫病とカウンター解除、めんどくさいこと。過剰防衛カウンターが解除されたらヤバいだろうな。じゃあキュアスペシャルして TP が足りないから普通のカウンターして、コロナ砲の準備して、相手も3連行動の準備して、死んでもいい人たちを前に出して受け止める。やっぱり 80% カウンターじゃダメか。でもまあこれぐらいの被害ならいけるいける。それじゃあアタッカーの皆さんお願いします。ウェイクアップザヒーロー、燃え上がれ光と闇の果てしないバトル。レプさんだけで32万ダメージ出してる。もう全部あいつ一人でいいんじゃないかな。ですね、アリウープ氏の行動は全て見終わりました。1か2ターン殴って、たまに毒をまいて、ためて3連殴りしてスタン。とてつもなくシンプルゆえ毒に負ける要素もなく、レプさんがボコボコにする様子をご覧ください。勝利、イベント戦って感じのバトルだったな。ハリウープ氏がちょっと全体攻撃を使ってきただけで負けていたであろう。おうおう、生き恥をさらすがいいわ。肩を貸すのは人質に取られるフラグじゃなかった。誇り高い。まあ蘭姉ちゃんみたいなことにしかならないか。追っ手とかいるの？他の龍神はガチで何も知らなさそうだったけど。ム、やっぱりアリウープ氏のこと好きなんだよな。アリウープ氏、敗者の罰としてはぐれ王国に来ないかといったところで、今回はこの辺でお疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。